て昼に向けてどんどんね宮古島に接近していくと。みゃーちめんそーれしもじけちちゆきですということで、ね、今日がね2023年8月2日ということで、ね、宮古島台風が6号が直撃しております。直撃というかね、まあ、下のかすって宮古島を渡って今行ってる間、沖縄本島と宮古島の間行ってる感じなんですけど、なんでねお家で待機して、まあ、娘もね夏休み期間ということで、今回やる動画ですね第2回下地家おうち時間習字大会ということで、ね、やっていきたいと思いますでね、ちょっと雰囲気出して格好もやってみました。まあ、今ね流行りの某ドラマのねちょっとパクリちゃんやっちゃいました。やっていきたいと思います。でね前回も実はねやったんですよ、台風の時に第1回下地家習字大会ね、その時の作品がこちら、僕と娘の分の下地家と書きましたね。うん、で台風という文字も書きました。で下地家だけね一応額に入れて飾らせてもらってます。でなんで今回はですね、まあ、夏休みということで、まあ、夏にちなんだ文字にしようと思ってね今考えてます。まあ、一つは夏休みと、まあ、台風6号が来てるということなんで6号とかねそういった文字をね書いていきたいと思いますので、まあ、動画最後までよろしくお願いしますということで、ね、やっていきたいと思います。準備が完了しました。OK です。娘と相談した結果で今回のお題決まりました。まあ夏休みということでね、夏休みという文字ですね、うん、夏に休みね3文字になるのか、夏休みで、もう一つが、まあ、台風6号がね今現在直撃しているということで台風6号ね、うん、4文字今回4文字にも挑戦します。でもう一つ宮古島、うわいいんじゃないですか。この3つにね挑戦していきたいと思いますので、動画最後までよろしくお願いします。それではね習字大会始めていきたいと思います。まず一発目に書く文字は夏休みで行かせていただきたいと思います。それではやっていきます。夏休み、これはちょっと失敗ですね。一応できました、一発勝負でね、夏だけでっかくなってしまったけど、これはこれでかっこいいんじゃないかなと思う作品できましたので、これでいきたいと思います。出来上がった作品はね、あの後にねまとめて発表したいと思います。じゃあ次娘の夏休み行ってみたいと思います。台風やばいっすね。めっちゃ風強くなってきた。どうだった夏休みという文字は。あ、いい感じに書けた。オッケー、じゃあ次はどうする。台風6号4文字と宮古島3文字どっちからいく。もちろん宮古島。宮古島からオッケー、じゃあ今度僕の宮古島行きたいと思います。じゃあ宮古島帰ってきます。よろしく頼むぞ。くっ、じゃあ娘の宮古島に行きます。よろしく頼むぞ。
でもまあいいでしょ。やり直しは2回まで OK。 OK、 うん、じゃあ宮古島やり直しね。僕もやり直します。2回目です。お願いします。宮古島どうでした？難しかった。難しかった。 OK、 じゃあ最後4文字で台風6号ね。 OK、 やっていこうと思います。ひどいひどい。おお、いい感じだ。OK。じゃあですね、作品名3つずつ書いて終わったので、あとは乾かしてからの結果発表もやっていきたいと思います。習字をね、乾かしてる間にね、ちょっとお昼ご飯作ってます。カレーですね。すっげー。昨日ね、茹でたオクラが余ってたんでね、夏カレーでオクラ投入しました。オクラもいい、うん、いいんじゃない。彩りも綺麗で緑も混ざって、よし、これで完成です。カレーも完成しましたね。食べてからやろうと思ったんですけど、まだお腹空いてないんでね、ちょっと結果発表やってね、後で食べたいと思います。じゃあ結果発表いってみよう。作品が乾いて出揃いましたので、結果発表いきたいと思います。 OK、 じゃあ終わったので結果発表いきたいと思います。まずはじゃあ最初に書いた夏休みからいきますか。じゃあ僕からいきますね。よし、作品はこれです。夏休みね、夏休み、まあ、ちょっとね、身が入らないあの設計ミスをしたんですが、意外と味が出ていい感じじゃないのかなと思います。夏休みです。夏休みさん、夏休みお願いします。夏休み、夏休みはこれです。まあ、ギリ入ったって感じしょっぱななんでね、ちょっと感覚がね、うん、練習もしないで始めてからね、うん、よし、じゃあ夏休み、次、宮古島です。これは結構僕、出来いいですね。好きな出来です、宮古島ね。もう渋いなと思ってます。宮古島です。難しかった感じ、3文字。うん、でも、まあ、一番のお気に入りはこれかなって感じです。 OK、 次がラストの台風6号ね。で、今台風6号が、ね、接近中っていうかね、もうちょうど今通り宮古島はね、当たっていってるんですけど、なんで台風6号という文字を書きました。これね、もうこの6がちょうどの6なんで台風っぽくしてみました。もうかっこいいです。オッケー。締めの台風6号はこれです。
まあ、渋く感じで6話書きました。で、おまけコーナーね。で、おまけコーナーで最近行われた宮古祭りね、台風に当たらなくてよかった。宮古祭り4年ぶりに開催されたので、おまけでね、ちょっと炭余ってたんで書いてみました。完成しましたね、カレー。いただきたいと思います。いただきます。ふっくらカレー、うまっ。うまい。どう？夏カレーだけど、うん、台風がだんだん強くなってきて、うん、ご飯も作ってあるからもう大丈夫だ。うん、うん、うまい。夏休みじゃん、食ったらさ、学校も休みだしね。うん、今日ラジオ体操休みだったかな。当たり前だろって見ました、ね。でね、この下地家のチャンネルではまあこんな感じで、ね、今回はねちょっと台風だったのでおうち時間ということでやってきました。で、日頃ねこういった Vlog から、まあ、観光案内紹介とかね、スポット紹介とか、まあ、グルメどころね紹介してます。なんでよかったなと思ったらね、チャンネル登録といいねもねよろしくお願いしますということでね、あとはね作ったカレーはね、お家でも台風で外出れないのでゆっくり食べながらね、アニメとか見て、ね、過ごしていきたいと思います。それではね、また次の動画までよろしくということで、お相手は下地家父ゆうきと下地家娘すみれでした。ではまた見てね。バイバイ。また見てね。カレーでも食べるか。あ、そうだね。